プロボクシング3団体、WBA スーパー、IBF、WBO、統一ヘビー級王者オレクサンドルーシク、36イコールウクライナ、が4団体王座統一後、全ベルトを返上する可能性を口にした。写真、ウクライナ人避難先でベルト死守したウシク19日、サウジアラビアリアドで WBC 世界同級王者タイソンフューリー、35イコールイギリス。 との同級4団体王座統一戦を控え、すでに現地入り。米スポーツ局 TNT スポーツのインタビューに応じ、もしかしたらクルーザー級に戻るかもしれない。多分、そうするとヘビー級王座統一後世界ベルト4本を手放すことを示唆した。うしくは18年7月にクルーザー級で4団体統一に成功。19年からヘビー級に転向している。 フューリー戦は当初2月17日に組まれていたが、フューリーがスパーリング中に10針を縫うほどの右目髪列車を追い5月19日にスライドされていた。うしくはチャンピオンは一人だけだ。ヘビー級で金メダルを獲得した12年ロンドンオリンピック、五輪の時と同じぐらい素晴らしい気分だ。同じように若くてエネルギッシュ。前に進みたいという大きな意欲を持っている、と自信満々だ。 22年2月から始まった母国へのロシア侵攻は続いている。自らも一時、ウクライナ軍のキエフ領土防衛隊に入隊していた行きさつもある牛久は、これは私のキャリア、スポーツキャリア、陣営の中で最も重要な試合になる。私の勝利はウクライナ国民全体の勝利と言いたい。そして敗北は個人的なものだ、と母国の思いを背負って戦う姿勢を示していた。